寝起きです。あふにゃふにゃ、結構寝たね。結構寝ました。じゃあみんなで寝起き焼肉パーティー、イエーイ。寝すぎた、寝すぎた。いただきます。いただきます。ああ、起きた、起きた。俺最後、最後だよ。え、ちょっと待って、寝すぎだよ。もう始まるよ。ちょっと待って寝すぎ、寝すぎ、もう始まってるよ。あ、そっ、クロールするあ、順平がやっと起きました。おはよう。寝すぎだよ、順平、しかも寝相悪い。ほんとそれな。むにゃむにゃということで、焼肉もあるから食べちゃいます。いただきます。いただきます。いただきます。うまい。うまいでしょ。マクシマうまい。でしょ。うん。あ、そう、自分で赤羽なんで。うるさ。うるさババアいいね。やめろババア。クレマグのファンは俺とヤヤちゃんが同い年ってのは分かってるのかな。ああ、そっか。え、あ、そうじゃん。しかもウランちゃんなんて俺の一個上だからね。そうじゃん。見切りすぎだよ。怖っ。ハヤとメイちゃんは同い年だから。あ、そっか。でも多くない、そのさ、年齢差の兄弟。あ、三個差の。三個差。おいおいおい。うちも三個差だもん、弟と。メイちゃんはお兄ちゃん。二個上。二個上なんて、じゃあ学年かぶってんな。うち三とかでいるんだ。うちは学校だけかぶんなかったな。三個だから。でもエアはやっぱお兄ちゃんと欲しかったなって思う。あ、弟二人か。弟いそうな顔してる。長女っぽいわ。マジで長女っぽい。長女っぽい。これがもう妹っぽいでしょ。ミスが。なんでお兄ちゃん欲しかったの。確かに。え、やっぱさ、頼りがいあるじゃん。お金。え、てか、あやは俺を頼りがいとして見てんの。え、その頼りがい。え、頼りがいってどういうこと。そう、それがわかんない。なんかもう、なんかあったらお兄ちゃんに相談すれば大丈夫みたいな。ない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 。ないんだ。あるだ。自分でできちゃうもんね。うん、頼りがいっていうか、何でもやってくれるって感じ。準備とかも妹だから。いや、それはうちだけなの。妹の準備とか妹の部屋の掃除やんないよね。やんないね。うん、妹だから許されるみたいなところはある。あ、まあそうだよね。友達とかにはやんないけど、うん、お兄ちゃんだと妹だからいいやみたいな感じでやらなくなる。で、雑に扱うんでしょ。うん、別に雑には扱ってないよ。下に見てるだけ。それが一番言っちゃいけない、家族に下上下関係、家族に。あのさ、素敵、誰とってこれ、うん、なんか、いいな、みんなでやってる。本当に。あと多分一番は人んちっていうのが絶対そうです。勇気にしてないから。エアちゃんはさ、何でもやってあげるタイプなの。いや、そういうわけじゃないよ全然。でも焼肉とか行ったら焼く派でしょ。焼く派。メイは焼かないから。メイ焼かない。あやも焼かない。ほら、松派。そうは、だからもうお兄ちゃんだからさ。お兄ちゃんね。まあそうだね。そうは全部やってくれる。へぇ。年は下なのにね、あれ。兄弟関係ってめっちゃ性格変わるよね。気質がある。変わる。最近気づく。気づくよね。順平と YouTube やり始めたから、みんなもさ、うちもこんな感じとか思うわけじゃん。はいはいはい。そうするとやっぱ似てるよね。しかもやっぱり、お兄ちゃんがいない人からすると、やっぱこの関係って信じられないんだって。へぇ。コメント欄でも、あやちゃんさすがに。あ、言い過ぎみたいな。言い過ぎっていうコメントの返信に、兄がいたらこんなもんだよね。っていうのがあるから、やっぱ分からないんだよね。兄がいれば、兄あるあるになるし。そう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 。メイちゃんはどんな感じなの、お兄ちゃんに。確かに。でも、俺が言っちゃうんだけど、メイちゃん、その、お兄ちゃんとディズニー行ったって話を聞いたの。え、二人で。え、それは相当仲いいよね。やばい。YouTube 始めた方がいい。でもそれが大城に似てて、マネージャーに。そしたら「めいちゃん、大城さんと二人でディズニー行くんですね」って目撃情報もあって、ね、だから「行くか」とか言って。実家出てから仲良くなったかも。やっぱそうなんだ。一緒に住んでる時は全然喋んなかった。へえ、うざかったもん、いるだけで。壁殴ってたりしてたの。そう、マジで。うるさい。うるさいから。え、それいつからどうやって仲良くなった。ディズニーなんてさ、相当やね。あ、でも実家出てからその送り迎えとかめっちゃしてくれるようになって。ああ、そのままね。そこで喋ったりとかね。そこで喋って。なるほどね。心開くの応答。あやも俺に心全く開いてなかったから。うん、確かに。俺だけ喋るみたいな。ああ、一方通行なんです。そういえば今も。まだ開いてないもん。うん、まだまだ。俺だけ何でも話して、あや何も教えてくれない。でもそうやって喋るもんなんかな。内情をさ、兄弟同士で恋愛事情とかまでを。いや、しない。しないよね、普通は。てか、男女はしないんじゃない。ああ。姉妹聞かない、よく聞かない、姉妹。確かに、姉妹。え、じゃあ男兄弟もすんのかな。え、
ゃないいや女の子だけかな女の子同士だけ弟とかは聞くでしょ逆に弟うんうんこっちは ある感じがするけど、うんうんうん、でもそれこそ YouTuber 反対側の兄弟からしたらさ、うん、姉がとか、あーそうだね、妹が YouTuber じゃん聞かれる俺らどっちも YouTuber だからあそのあこいつ YouTube のこと聞きたがってんなとかそんな感じはしない例えば大和どうだったのとかそういう話とか聞かれないあ聞かれる嘘聞かれるそういう時なんて答えの弟たちに動画のままだったよえ俺のことは聞かれたことない俺あるあるあるえなんて言うんですかめっちゃおもろいよとか答えてたよいやいやいやお世辞ねいやいやいややっぱ裏で褒められるのが一番嬉しいうん、裏は分かるめいちゃんが焼いてるよね、申し訳ない、位置がね食べるものなくなってるから焼いてるよ焼いてるこんな動くことないもんね今日は珍しく野菜も全部めいちゃん切りましたからありがとうございますありがとうあやがやれお前、こっちのチャンネルで一緒にお菓子食ってたね